ねえ、なんか言ってよ、なぎちゃん。おぉ。でもめちゃくちゃ可愛いです。ありがとう。一番の推しは、遠藤さくらさんです。あ、後輩ちゃんがもうじきやってきますが、うん、お二人はどんな先輩像をお考えですか？ねえ。お考えですかって。お考えどんな先輩像？でも多分、わかんないけど、さくちゃんはやっぱセンターとかやってたから、なんかビビ、なんか、ね、舐められはしなそう。舐められはしな。一番の推しは遠藤さくらさんです。あの5期生の井上凪ちゃんがこうメイクしてて、うん、あの私なんかすごく好きですって言ってくれたんだけど、え、そう、わかんない、本当かわかんないけど、本当だよ、本当かな、本当だよ、それは本当かな。でもすごいなんかさ、自分がさやっぱ後輩だったし、そうだね、一番下なんか自分たちがこう先輩方に憧れるっていう方だったから、うん、なんかそういうことをこう初めて言われて、うん、ちょっとドキマキしちゃって、かわいい、緊張、緊張しちゃったんだけど、そう伝えてくれてちょっとびっくりしたけど嬉しかったっていう出来事がありました。一番の推しは遠藤さくらさんです。いいじゃん、素敵じゃん。本当わかんないよ、本当に好きかどうか。好きじゃなきゃ言わないからそんな、そうかな、うん、でも嬉しかったですね。そうだよ、だってさくちゃんも憧れられる先輩側になってるわけだから。それはね、もちろん、うん、後輩のさ、5期生ちゃんたちもさ、うん、言うよ、言うかな、かわいい、もうさくちゃんもかわいいし、ごきさんもかわいいから、なんかその顔見たかったって今思っちゃった。本当と一番の推しは遠藤さくらさんです。ごきせんのことはもう話したって。え、話した？話したけど、うん、そんないっぱいはまだ喋れてない。確かにね。でもなぎちゃんとは、うん、こないだ喋ったよ。あ、ブログに載ってたわ。ねえ、嬉しかった、あんなに、うん、そう、ブログ読んだんだけど、うん、すごいね、あんなに思ってくれてるって思ってなかったから、ね、素直にすんごい喜んじゃった。これを聞いてなぎちゃんも嬉しいはず。本当、そうかな、うん、と一番の推しは遠藤さくらさんです。後輩からなんて呼ばれてるの？え、なんて呼ばれてる、なんて呼ばれてるの？でも私、あやめさんかも。ほんと？うん、私何なの？遠藤さんかな、遠藤さんかな、あやめさん、うん、あやめさんかな、私は、うん、私も下の名前がいいな。え、家行ったら？いや、私が言えると思う言えないと思う私が言えると思う。と一番の推しは遠藤さくらさんです。なぎちゃんはもうさ、うん、最初あれなんだっけな、何の撮影だったの、なんかの撮影にいた時にもうさ、さくちゃんとご対面してすごい、うん、ね、感動してたよね私その場にいたの覚えてる？覚えてます。なんか2階の何でだっけ、メイク室みたいなとこで、うん、あ、なんかの撮影ですよね。そうそうそう、なんかその場を2人が対面して、なぎちゃんがもう大好きでって言ってるとこを私はこうなんか間で見てるっていうだ誰って感じなんだけど一番の推しは遠藤さくらさんです。え、2人で撮影とかあるの、なぎちゃんとさくちゃん？あ、この間初めて、うん、あの雑誌の撮影を2人でしましたね、うん、そうなんだ。そうなんです。いいね、なんかもう完璧と完璧の融合みたいな感じ私的には。本当ですか、うん、一番の推しは遠藤さくらさんです。あ、最近遠藤さん、そう、呼び名が変わったんだよね、なぎちゃんね。そうなんですよ、テレなぎテレ、あのずっと遠藤さんってこう呼ばせていただいてたんですけど、さくらさんって呼んでます。顔真っ赤だよ、なぎそう、画面でわかるかあれだけど、あ、本当だ、すごい、めっちゃ赤いよ、なぎ。あ、すごい、自分の手がすごいあ照れてんのって書いてある、いっぱい。一番の推しは遠藤さくらさんです。あ、遠藤さん
これあれじゃない、これ白石さんの卒コン、うん、の時のオープニングとかにしたのかな、かわいい、本当にかわいい。私あんまりまだ遠藤さんとお話しして、あ、バブミ確かに、ナギと一緒だな。そうしたらさ、遠藤さんの顔がついてる、ごめんなさいそう、これがいつもの井上ナギちゃんなんですよ、皆さんまだね、見たことないかもしれないけど、いつもこういうことしてるんです、この子は。あるあるだよね。あ、また顔が赤くなっちゃう。ほら顔が赤いよ、ナギちゃん。一番の推しは遠藤さくらさんです。あ、これほんアクチュアリーの時か、うんうん、そう、これもセーラさんが撮ってくださってるんですよ。セーラさんすごいね、うん、早い、そのベストショット、すごい、かわいい。私たちもいるよ、ちゃっかり。一番の推しは遠藤さくらさんです。さくらさんとお話しした時に、私ヤコボさんと同盟を結びたいんですよねって話をしたら、無理だと思うって言われたんですよ何の同盟それはちょっと無理かもめっちゃ緊張してるじゃん今深呼吸しました。本当大丈夫です。いいよ、おいで失礼します。大丈夫、どうしよう、全然、うわ、すごいね、やっぱ顔面が強い、かわいい。さくらさんに言われたらもう嬉しすぎます、うん、本当にね、全然、あ、ごめん、お腹鳴った。さくらさん、まず何食べました、ね、ごめん全然こんな至近距離で聞けることないですね。そうね、ちょっと待って、気持ち悪いかもしれない。え、なんで嬉しいよありがとう。曲のタイトルをどうぞ。はい、私と遠藤さくらさんが2人でのカップリング曲、はい、になります。黄昏はいつもという曲が入っております。タイプ B でおります。はい、さくらさんが好き、まずお顔がすごく好きなのと、やっぱりこうなんかふとした仕草がすごく可愛くて、なんか何してたら本当に可愛いな。マギはさ、うん、ずっとさ遠藤さんのこと大好きですって言ってるじゃん、うん、これさ、こうどっかで披露する機会とかあったらさ、ナギの顔がもうニヤニヤなんだろうなと思って。いやでもなんかね、ちょっと思ってるのはどういう、うん、まだパフォーマンスこう、うん、入れてないからわからないけど、うん、今まではこう外で見れたっていうか、そうだね、選抜、さくらさん選抜で私が5期生だったし、うん、だからなんて言うんだろう、ミニライブとか、うん、でも自分がパフォーマンスするかいパフォーマンスして、さくらさんのパフォーマンスはなんか外で見てられたけど、うんうんうん、まあ、今度はこう一緒にパフォーマンスする側になるって考えると、あの、なんて言うんだろう、ああなりたいっていう憧れもあるし、なんかこう自分はちょっと弱いというか、なんかすぐ折れちゃうところがあったりとかするんですけど、遠藤さんのすごく強いところがすごくなんか人として憧れるし尊敬できるなと。すごく好きです。ファンとしてやっぱこう、うん、鏡じゃないや、画面にさ、うん、こうまあなんて、推しが映るとさ、うん、あってテンション上がるじゃん、うん、でもさ、それをさリアルタイムで私見れないわけじゃん。そうなんだ、うん、そう、だからさ、うん、ファンの人の方が先にさ、うん、それ見るわけじゃん。ちょっと待って、うん、思考変えるわ、びっくりした、すごいなんかメンバーなのにと思ってさ、で終わるのかと思ったファンの人の方が先に見るんですよねってことそう、メンバーなのにと思ってだから一緒にカップリング曲できることすごく嬉しい反面、面白い、そう、なんか、あー、そうかーって思う気持ちもある、うん、本当に遠藤さんは私がなりたかった女の子そのものというか、もう本当にお顔もすごい大好きですし、こう声も好きだし、あとやっぱりライブのパフォーマンスがすごいかっこよくて、もうなんかどこを切り抜いてもめちゃくちゃかっこよくて可愛いのが大好きです何しよう、何する、うん何、え、なんだろうね、うん、ちょっと待って、どうしよう恥ずかしくなってきちゃった、どうしよう、確かにこんな距離近くなることないね、ないです。え、うん、ありがとう、全然です、私こそありがとう、私でよかった本当に桜さんがいいです、うん、ありがとう
可愛い子です。可